てください。はい、ということで、じゃあ始めてください。お願いします。ボンちゃん、お疲れでした。お疲れでした、ボンちゃん。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。来てた。はい。僕が、OB 打ってしまったので、ダボで脱落という形になってしまいました。すごい嬉しいですね。いやー、これは、ちょっと…ここどういうのめっちゃ遅いめっちゃ悔しい。そんなぐらいもね。行こうぜ。行こうぜ。切り替え。出た瞬間に切り替えない。まだ歩いた。ボンちゃん。あらボンちゃんです。おい、ボンちゃん。何の現実行。うわー。うわボンちゃん。うますぎやわ。すごいな。ボンちゃん。うますぎ。うますぎ。よっしゃー。ボンちゃんの長いところで。いやー、これ楽しい。皆さん、めっちゃ多いな。皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は第6回マイグロスサバイバープレゼンテッドバイ高橋様 in 富士スタジアムゴルフクラブ北コースということで、ついに決勝戦やってまいりました。はい、まあね、悪天候の中、厳しい戦いを勝ち抜いた、まあ、2人、榎本くんとボンちゃん。まだ彼はあんま勝ち抜いてる感はないんですけど、まあ、途中参加途中参加シード権シード権ちゃうか。いやいや、でも頑張ってますもんね。すごい頑張ってる。頑張ってますね。はい、頑張ってるんで、今回最終ホールなんですけど、こちらのホールでもう優勝者が決定します。はい、優勝者には、賞金35万円、2位の方には5万円。はい、まあ、タイヤ変える1本で終わるか、フルセットか。フルセットか。しゃあ頑張りましょう。もうフルセット頼んでるから。ツーセット。ツーセット。ツーセット。行くしかない。行くしかない。行くしかない。はい。じゃあ最終ホール、皆さん楽しんでください。高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。始めましょう。頑張れ頑張れ頑張れいけいけ誰ケボンちゃんちょっと、ちょっと、エノの、いたれお前が俺は、いや、エノほんま頑張って。スプーンでいいん、これは。エノ、この人に負けたらなんかもう、試合で。なんなら前負けてるし。いや、試合ででも頑張ってんのアホらしになってくるやん。俺ら。今日頑張ろう、ほんまに。農家に負けたらあかんで。右行ったら狙えるのかな。右行ったら狙えるのかな。いや、狙える狙える。全然狙える。一番奥まで行かんかったら一ホール目で負けて決勝やで。ほんまに。おかしいな。どういう人や。もう打てなかったっけ。スプーン、ドライバーじゃないスプーン。でかでかいでかいでかい。スプーンでいいよ。スプーンでいいよ。フォローやし。俺スプーンやで。絶対違うの。いや、次持ち帰る。打ったら持ち帰る。スプーンで。フォローしないか。絶対嘘やん。28ぐらいとかなんですね。信じたいな。28、5ぐらいと。バンカー上がベストってことだから。ベスト。あ、バンカー上打てたい。左側視やで。OK です。これやったらバンカー5辺。バンカー右端。右端ドローでいいな。右端ドロー最高。確かに。あ、抜けた。うん、でも完璧。いいやん。OK。エノ、グッシャー。ナイス。あー、え、お、あー、めちゃくちゃ。やばい。OB や。そんな行くん。なんであんな跳ねた。だから言うたやん。めっちゃ跳ねた。お前、マサシの助言聞いとくって。何言ってんの。言うとく聞いてない。カズミ、ちょっと中盤でカズミちゃな。カズミ。うわー、あれ、奥。あれ、奥はやばい。いや、多分やばいな。白くい見えてるもんね。どうやろ。あ、もしかしたら、大丈夫。止まってるかもしれないけど。アイアン持った、アイアン。ちょっと待って、マジでアイアン。アイアンやりすぎじゃん。行け、アイアンでいい、アイアンでいい。アイアンでいい、アイアンでいい、アイアンでいい。アイアンでいい、アイアンでいい、アイアンでいい。とりあえず、お前やったら狙われるよ、ほんまに。7万円とか持てないですよ。アイアンといえば7番で。そんな基本ないから。生の基本練習でいいんだよ。見えでいけるけど。めっちゃおもろいやん。じゃあな。おお、なんか大谷みたいな。まあでもエノさんのもしかしたらあるかもしれないけど。まあまあある可能性はあるよ。もちろんもちろん。エノ回ったことないんやろ。ないです。せっかく言うたのに俺。いや、言うたな。言うた。エノの頑固さ出たな。リフショットであそこまで行ってる。俺はもう長崎さんの当たったらもっとやばいや。うん。買ったら半分もらおう。自分で決めましたこれ。言うて。二遊だよ。はい。あの赤い松の方や。
ケー、オッケー、もうちょい左、オッケー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 、よし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 、近づけた、キック、キック、うわあ、やばかな、微妙、あれだ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、なんで、なんで、なんでカード見ちゃう、なんでなするっすね、息で息で、おもろすぎるやろ、今回今のまあまあ、こう来るんちゃうな、今のめっちゃおもろいやろ、口痛い、なんだ、暫定期2から3で、3位でいきます7番正解やった。せこやりすぎやろ、あんな言うてたのに。また右かも。カート道。カート道。大丈夫か。右やな。あー、来た。やばい、あれは大丈夫、大丈夫、大丈夫、あれは大丈夫、大丈夫、大丈夫、えの大丈夫、大丈夫、スーボンも大丈夫やろ、え、うん、大丈夫だよ、まあ、うん、え、ボンちゃん一応打っといた、一応、だって、ポンって転がっていっただけやろ、いや、いやでもそれ言うと全部 OB かギリギリやったんすよ、まあ、打ったんじゃないな、ええやん、もう直接から行ったらええやん、確かにじゃない、そんなんないから、プロの世界ないから、なんでやけ、絶対歩ってる、まあ一応ね、え、もう次で決まった、うん、暫定、いや、最初11で、次松井秀樹で、はい、松井秀樹、はい、55番、はい、55ね、はい、ナイスショー、これでよかったんよ、思ったより左っすね、おー、ナイスショー、ナイスショー、あれでいこう、あれでいこう、1球目あったら1球目なんなん、俺らやったら勝ててたやん、勝ててたね、まあでもここのプレッシャー知らんでしょ、知ってるなんか2人とも経験者だった、この間やったちょっと待って、俺あれやばいんか、打たれへん、いや、ポンちゃんギリいけると思う、打てるけどあったら打たれへんと思う、僕のは、いやでもポンちゃんはキーかかるんじゃないですあ、それフックか、でも矢野さん OB やったらね、刻んで勝てるっすもんね。帰りタクシーで帰ろう。緊張した？いや、別に。じゃあだから言うたやん。スプーン絶対でかい。なんで言うこと聞いてんの？みんないろんなこと言うからわからなくて。いや、じゃあスプーンはなかったな、でも。だってスプーン絶対行くって。いや、もっとほんまバンカー上にボンって行きたかったけど。いや、そらそうやけど。だってすっぽ抜けてあの距離やん。いや、クリークで、あ、クリークないんか。三遊だから後で打った。三遊で。いや、三遊で多分バンカー左でも行けたね、あ、超えるってこと、うん、多分行けたね、こんだけフォローやったら、確かにな、多分連弾してたら江野さんはそれ打ってるはずやん、スプーンで打ってる、連弾したらでもここまで残ってないから、あー、間違いない、してたら残ってない、多分あの力入ってどこらへん、間違いない、うわー、でもこれ2人ともあってほしいな、いや、あってほしいっすね、あってほしい、あってほしい、まあ、見てる側からしたらあってほしい、あってほしい、どっちもあるかどっちもないかがいた、そうやな、どっちかがいい、いや、ツーボンのあれあるんだ、あれはありそう、手前のカート道やからな、羽田の、で、ワンちゃん、エノのやつもあるやん、いや、エノのやつもなんか戻ってきそうやけど、うん、まあ、結構斜面やから、うん、え、あれって狙えない、もしかして狙えない、無理そうだ、いや、狙えないと思います、狙えない、ただカート道でいい方に出せたら、あ、チャンスある、チャンスあると思います、僕るし5枚ください、あ、俺もそれにそうやな、キャリーバッグ運んでもらって、長橋さんにで、俺山崎に人間運んでもらおうかな、あー、それで5万、5万ずつ、スパイクどうしよう、スパイクエノに運んでもらう、スパイクタクシーで無駄遣いすぎだよ、いやー、これは俺が勝つべきや、今日はあんなカリカリに負けてられへん、俺は、あ、黒持ってきますわ、ね、あ、持っといてくる、怖い力強っ全然離さねえあ、あ、なんか向こうにある、いや、あれどっちか分からない、あれ、ボンちゃん、ボンちゃんもかもしれない、あ、これがエノさん2球目じゃん、どうえ俺のは2個ある、あ、2個ある、あ、2個あるやん、セーフや、あ、あるわ、あるわ、こっちボンさん、2つある、え、うわー、どっちもやばいやえ、これ2人、これ俺11番いく、うわ、いや、えぐえぐ、待って、でも耐えない、よかったよ、耐えた、でかい、結局あかんやん、2人とも3円もでかかった、2円もでかかったんで、だからもっとほんまに、いや、僕のあれや、2球目、5番やんぐらいでよかったよな、ほんまに、これ分かれへんやん、
五鉄とかでよかったボンちゃんの跳ねたもんな。まあ確かに跳ねんかったら俺のとこぐらい。面白い展開よこれ。狙おう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 。どっか測るよ、どっかまで測るよ。急にこの辺とか一応あのボール通る隙間あるで、はい、確かに、ね、一応な一応、ね、今日攻めるって決めてたしな。もんちゃんどこまでどこまで測ろう。あ、ついてる真横に。あ、じゃあこれ取る。すごいね。ただ手前バンカー入ったらちょっと距離あるけど。確かに負荷も4番やとかね。4番やな。今ねもう2人とも出すだけっすね。とりあえずセカンドは3打目勝負。3打目勝負で、ボンちゃんのがボンちゃんフェード狙っちゃうね。カート道当たってなかったらめっちゃいいとここの辺のいいとこにあったと思うんやけど、1打違うな。まあまあでも面白い展開じゃないですか。確かにこれはこれでこれは見物。これは見物。ボンちゃん大体この辺から130 130? 130ね。ちょっとわかんな、まあ、エノは間違いなく自分の得意な距離に3打目持ってくると思うけど、ボンちゃんは得意な距離があるのかないのかちょっとわからんけど、練習してないから多分そういうのもないと思うから。練習してないか畑仕事してるから確信ついてんな。だからうーんどうやろう、エノの方が有利なんちゃうかなとは思いますけどね。大波乱でパーと取った大波乱や。ピッチングで出すのは難しくないやな別な、うん、か。うわこれは面白かったな。おもろいよこれは。おもろかったな。もうちょい。ナイス、ナイス。3打目勝負だいぶ無やなこれで。118クラブはばいいやいいや、ありがとう。よし、風はフォロー。風フォロー。ちょっと湿度教えて。湿度 85%。まあまあ高め。でもリアルこれぐらい合ってると思う。台風の状況はどうなってる。930ヘッドパスまあまあ強力や。満通になってる。満通帰らなあかん俺。早く帰らなあかん。ビニールハウス確かに。ちょっと上げなってきて。上げてきたね。上げてきて。10時雲はフォロー。でも実際は7時。雲もう上げんそうやん。なんちゃ7時。宇賀神さん7時。宇賀神さんおらんから。宇賀神さんおらん。そう上げてきたね。高神さん誰や。それは屋敷高神。そっちな。あんまいじられ。ちょっと待って、あげほらほら、あと待とう、ちょっと10秒待とう。5-1で OK。 118よっしゃ。フォローなんだ。フォローやフォロー、得意よ。風はフォローだはず。でかいかもしれない。どっちにもなんかさ、ちょっともらおうとしてるよ。なんかさ、そんなのなんかもらおうとしてるよね。やっぱ大変やから段とかあるの。なんか段しかない。段しかない。なんもないんですよ。あそこマウンドあるんじゃん。右が高い。右こんなのやった。こんなのそうそうそう。あのどう言ったらいいかな、バンカーのピン手前の、バンカーの左端がちょっとこう、こういう。あ、左ってバーンっていくか。右からのアプローチは別にそんな難しい。あ、じゃあボンちゃんとか悪くない。悪ない。115-2でいきます。お、うまい。うまい。うまいよ。うまい。バンカー、バンカー。
ナイス、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 ええな。お前さ、なんなんそのグッドルーザーになるなよ。行けよ、行けよ。いや、エノさんナイスですね。まあ、ボンちゃんのも右ちょっと外れたん、ちょっと奥右やけ ど, けど、まあ、そんな悪い位置じゃないんで、まあ、上りになるから、まあ、全然俺奥跳ねたんかな、ちょっと奥跳ねたっぽい。でも距離的に大きくはないねん、多分な、カラーぐらいあると思う。ちょっと右やからな、うん、まあ、入れたら一緒さ、次確かに入れたら勝ちまであるこの瞬間結構フォローになってましたもんね。そうやな、ああ、あの瞬間にちょっとハンドファースト弱めてちょっとふわっといっちゃったな、うん、ふわ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 っといったら、てかまあまあフォローじゃない、まあまあフォローやな。あー、ナイツボン、あら、うわー、絵のいいよ、近いなうわ、絵のうま、絵のナイス、絵のさん、どこにおった、ボンさん、うわ、どこや、境目、うわ、ボンちゃん、さっきやったな、あれやったやった、お前、なんか勝ってなかった、ボンさん、ボンちゃんの得意なやつやん、ボンちゃん、ボンちゃん、もういいっす、いいっすか、得意だよ、いや、言ってください、いや、もうこれ全部使う可能性あるから、エノ、来た、クラッチ、クラッチ来ました、ナイスやろ、クラッチショット、クラッチ来た、クラッチショット、クラッチパット、油断したらあかんねん、でもまだこの人なんかいらんこと、ボンちゃん入るかもしれない、俺油断したことねえからな、この勝負で、ボンちゃん入ったらやばいな、これ入ったらやばいな、めちゃめちゃイメージしてる入った、ボールどこだ、頭です入って取って朝まで行ったねいいっすねポジティブなイメージ大事やから、これさっきやったやつよりちょっとえぐいな、そのためにあのライアンだったかもしれないです、うめえ、もうじゃあさっきやったで、まあラストサボンです、それで、それで勝ち抜いたで、サボンです、そのライやったよ、やってきた、寄りそうな感じやってきた、51度で状況は、まあ、やってきたな、51度でこれちょっと見物やな、これ入った、どっちで行くの、51、両手で行くのかな、両手、両手でしょ、ガッ、うまい、うまい、うまい、ガッ、うまい、うまい、うまい、入れ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 、うまくない、ボンちゃんナイスまだ勝ってないで、まだ勝ってないから、まだ勝ってない、勝ったみたいなというなんなら負けそうだからこれ決めて勝ちとかじゃないから、絵の決めたら勝ち、俺のなんでやねん逆です絵のさん頑張れ、2人だもんな、目開いて、ね、ボンちゃん目開きません、目開きません、ボンちゃんお先行ったら、お先マークしてる、それはお先ちゃん、マークして拾い上げることはお先させてもらいます、あ、そっちね、グリングパッド、まあ、こういうのうまい感じかな、そう、中途半端じゃない、そこで下にかかり方いい、それは大丈夫、あ、それは大丈夫、5万なかったら結構だ、あかん、打ってない。いやいやいや、おっくー、惜しい、惜しい、オッケー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 、待っときますか、取れ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 、最後の最後に取らそうね、すぐ旗ええの、旗置いておいて、あ、旗取って、旗取る、ちょっと俺目つぶるから、ほんまに、え、え、取るで、うん、メモもいらんか、ここで大丈夫、もうじゃあこっちあるよ、もう一個あるよ、パター、あ、左行っとく、いや、目つぶる方にするわ、オッケー、なんでくっそこで、そこで目つぶる、ちょっと待って、違うどこまでボケんねん、プレーオン、さあ、サボンですよ、どうしましょうか、
もう9ホール、まあ、待っていいだろ。もう9ホール100ヤードぐらいだろ。いやー来ましたね、ボンちゃん。なかなかでやるなぁ、のあんま喋れてない頑張ってよ。あるよ、これは。いや、俺決勝2回ってかかって出ないからさ、行ってよ。腹痛い、腹痛い、なんかない あ, あの、そこの辺 の, あの薬草、薬草な薬草があるから柴田正也じゃねえなんでも食わへんね、俺。あプレーオフやで決めるんか。プレーオフは普通は決め直し。じゃあ俺が決めましょうか。コイントス。プレーオフ。プレーオフなんで。表がどちらの。裏ボンちゃん。表の裏ボンちゃんね。はい。います。表。何ヤードやった？エノ。150ヤード。エノ。あ、エノか。距離は。俺ここにおんねん、もう。まさかのボギーわけ最後。え、スポンサーさんが決めたんですか、あのバンカー。はい、はい、うん、おー確かにこれやったら一ホールで決まる可能性あるんですね。屋根からだったら確かに、うん、わきわきある、ね、わきわきある。いや、まあまあ無心なしか絵のの肩下がってんねんけどさバンカーやからかなよし、練習してきたぞ、バンカー。これはガチでした。うわめっちゃ下手やったから。こっからでも147やわ、俺のの見たら。ほら147飛ぶな、バンカーで飛ぶな。うん、キーでもいける。じゃあ9番でいきます。はい、お、いや、うまい。こういう音した。いったよ、これ。あ、これはうまい。うまい、止まれ。うまい、止まれ。うまい、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 ナイス。イエス、ナイス、ナイス、勝負強。よし、よかった、練習しとって。練習の成果って、やっぱ練習は裏切らんな。練習の成果。いつも視聴者さんに練習は裏切るってずっと言ってるやん。言ってる、うん、言ってる。何ヤードやった？147、うん、147、9で負けんな。めちゃくちゃうまい、半端ない、マジで。面白い距離残ったでしょ。半端な、完璧、100点。100点ですね。いける。ワンちゃん、同じとこバリバリとしましょう。負けるか。やってきた。やってきたよ。香川西でやってきた。そうや。10キロランからの300キロドライバーフルショット。そんなんやった。やってきた。体壊れる。終わった。いや、まだ分からん、まだ分からんですね。終わった。まだ分からん。あ、入っちゃった。だ、分からん、まだ分からん。あぶな、諦めかけ。諦めんな。僕多分そんな力ないです、多分。諦めんな。ボンちゃんが寄せワンしたら多分。諦めんな。分かれる、これ。あかんぜ、諦めたら。ゴルフは分からんで、最後まで。キングダムの切られた大将みたいな感じのリアクションとって思ってた。ボンちゃん、なんか打った瞬間叫びよったもん。バフ言ったやつ。バフ言ったな。いや、でもエノさんうますぎません？エノうまかったですね。エノナイス。やだ、やっぱ練習大事です、これは。それなんなん。まあまあ鬱陶しい。嬉しいんじゃないこれって。まあまあ鬱陶しい。これって選手をリスペクトしてる。いや、ボンちゃんの言い方的に。ナイス。前もそれを言われた。ナイス。前もナイスプレーって言われた。俺負けた時。ナイスプレー。まあまあナイスプレー。ナイスナイスの。ちょっと遠く行ったんかな、でも。プロゴルファーやな。いやいや、でもプロゴルファー手強いな。ちゃんと苦手を克服してよかった。いや、よかった。素晴らしいわ。めっちゃ下手やったもん、フェアバンク。でも、久しぶりに知ってるもん。俺がフェアバンク鬼下手。うん、めっちゃ下手やった。ほんまに下手やった。結構練習した。ほんまに結構。いや、ほんまに、なんかほんまに、例えば9万円とか8万円とかも。今もチョロとかするの、普通に。そう。あの、トップして。まあ、俺もだいぶ苦手やで。今、つま先上がってたから。あ、わかる、わかる、わかる。めっちゃコンタクト悩んだけど。めっちゃ気づく。もう振り抜いちゃった、今の。ナイスナイスエノ、ナイス。うわぁエノ、ナイス。やばいやばい。ボンちゃん入れたらある。これ入ったわ、すごすぎ。あ、エノ入ってないんや。
そう、入ってない。いけるよ。入ってたらもう終わってるやん。絵の入ったんかと思ってた。よかった。よかった。負けたんかと思った。5、6で。いけるよ。入ったらおもろいな。入ってやばい。入ってほしい。マジでおもろい。入れてください。入って。入れちゃってください。皆さん走っと。走ってる走ってる。早い。ボールに当たって止まって寄ることを阻止してる。先生やな。悪いわ、あいつ。いやいやいや、止まらへん。しかもピッチマークは直さへんし。だいぶ悪いで。少々お待ちよ。すごい言われようやな。愛されキャラやな。お待たせしました。どうぞ。大丈夫。いける。やってきた。やってないねん。いや、やってきた、やってきた。5、6で。まあ、絵の方が真剣で。いや、あの、ラフとこワンクッションみたいあるよ。あそこしかない。もうバンカー出たすぐんとこ。あなたはラッキーマンやから。うまい。うまい。入れ。ダフレ。うまい。うまい。入れ。ダフレ。惜しい、ナイス。ナイスナイスナイス。これ持ってこ。なんかにやけてる。うまいけどな。にやけてんな。えのうま。パターで持ってきてるやん。パター。パターは持っていくの。それはこっちで来たとうとうだし。大丈夫てるパター。それでいい。もうこれしかあかんわ。あ、オッケー。どっちしますマーク。多分。マークそのままで。見てますもん。どう。でもあの皆さんちゃんとボンちゃんあのパター入れるために3万円抜いてましたから。絶対じゃん、絶対じゃん。14本のやつ。そう、ちゃんと、だからクラブ内言うとったんですか。そうそう、さっき、ね、っ3鉄欲しいな言うと。左で打ちますんで僕。左で行くの。左で打つ。左で打つ。ほんまに。めちゃくちゃマークラインじゃねえけど大丈夫。あ、ボンちゃんそういうのあんま気にせん。あれは気にするか。枝でも拾わんから。さすがにカブ打てんねんけど。見て、見て。いや、ごめん、枝でも拾わへんねん俺。大丈夫いけそうや。ちょっと右やな。マジで入れたい。入れたら分からんで。いや分からん、ほんまに。マジで急に緊張する。この人入ってないから今日。入れ。いやマジで入ったらおもろい。入ったらおもろいな。マジで入ったらおもろい。手袋も下も持つやん。左ほんまに左でいく。マジ。へえ。でもうまかった。めっちゃ上手かったね。本当完璧でした。完璧だったら。いけるぞ。いけるいける。あれならいける。入れ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 。まだ続くでしょ。大丈夫。見えへんから。まだ分からへん。なんか痺れる外人の強い選手に見えてきた。すごい今のは。マジでエグい今の。可能性残した。うわ。この試合やばい。なんでまだおるってか。いやまあ、どうしますか。えぐっ。もう一回一番接戦じゃない。どうしましょう。やばやばい、おもろすぎる。おもろ。ちょっと50ヤードぐらいのアプローチ。あのニラ借りてんの。
うわ、N あれきついな。ゴミなんだよ。ちょっと初めて。マジで。えぐいな。これはすごいわ。流れが。うわ、マジで。いや、やばい。すごい。帰ろう。今はすごいわ。今はすごい。もうええ。帰ろう。N、今のは入ろう思ってたわ。もう俺帰ってるみたいな。動画で見ますか。しゃ。ゆくりよか。ライブしてもらってさあ、おいで。楽しみにしようか。動画でどうなったかって。今のめっちゃ湧いたっすね。今のめっちゃ湧いたっすね。ちょっちゃんの左やばいわ。携帯やばいわ。よし、動画が面白くなるんやったら最高やな。えの大丈夫。大丈夫。大丈夫。えのもう、意地でも倒せ。倒せてくれ。この人を倒しなさい。もうこの人また調子乗るから。どっちのお前さ、俺のクラブ。いやいや、頑張って頑張れ頑張れ。これこれどっちも味方やね。この辺。えのじゃんけんしよう。はい、しょグじゃんけんほい。いきますよ。ここからストロークね。先？はい、もちろん。先しか選ばない。ストロークね。マジすごいわ。おもろすぎる。はい、おもろい。おもろい。ほんまにエンターテイナーやわ。いや、おもろすぎる。エンターテイナーやな。すごいっすね。これで決めるってのはすごいっすね。ほんまに。今日一回もやったやろ。初めてやって。しかもピンガシャーンだったと思うな。スボンちゃん、ボンファーム代表として頑張れ。そや、俺ボーンファームとマイゴルフ背負っとん。日本の農家背負ってるからちょっと負けられへんかも。日本のゴルファー背負ってる。ちょっと強いな。ちょっと強い。まあね、これ球止まらんな。ここ頑張れ江野さん、頑張れ。あいつ聞こえてないもん。届いてない。うわ、江野バンカーショットみたいに打つの。そうですね、これは。うわ、俺それできへんな。そうやってさ、ああ、甘いけど。あ、そうやってさ、ああ、甘いけど。ピョンでいったんない。まあ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 、ナイス。オッケーオッケー。いけるよ。いけるよ。こっちの方が良かったな。うわ、こんなとこから打ったん。この辺でいいよ。まあ、シバールとか打てました。そうやな、今荒らされたからな。いや、でもあの距離なんかパター打てるわ、ちゃんと。楽しいやろな。楽しいやろな。エノはちょっと楽しさはない。伝わってないけど。顔が。顔も顔死んでるやん。追い込まれてるから。エノストローク。ちょっと笑顔に。皆さん大丈夫です。ストロークやね。大丈夫。オッケーオッケー。エノ。頑張れ。大丈夫や。半泣きになってない。え？半泣きになってない。泣いてるやん。泣いてる泣いてる。そんなに泣くわ、これは。やってきた。51度で。いや、58、56くれる？やっぱこうせんの無理かな。いやー、むずい。56じゃ、バンカーで。せやな。56で。もう一回あるな、ね、まああれも別に倒れるし、パパ、うん、ね、どうしようかな、右で行くか左で行くかやな。番手で変わるっすね、これ。クラブ選ぶ番手によって変わる。右か左か。左ってやばい。右は技術的に楽やけど、左は精神的に楽やな。めっちゃおもろい。どっちを、どっちを取るか。ゴルフどっち優先やねん。精神的でしょ。そら精神的でしょ。精神や、精神。精神精神。おー。精神や、絶対。精神的に。ゴルフは精神。さっきその逆から入れたぞ。入れたぞ。その逆や。その逆や。いったれ。いったれ。すごいな、あのパターン。あれ右でも打てるやつやな。両方するね。まあまあ強いで。うわまあまあ強いで。
ふわーふわーすごいなめっちゃライン出るやんすごいなマジで惜しいすごいなすごいなほんまにすごいわ入った思ったすごいないやーでもライン出るっすねやばくーセンスの塊やからやばいっすねすごいねタイガーに見えてきたセンスの塊すぎてエノ入れろエノ行ったねエノ入れろエノ入れてくれもうしんどいあかん。ウィニングパッド残しといて。うまい。ウィニングパッド残しといて。ウィニングパッドならないでしょ。これは俺は左やからな。なるよ。左やから入るんだ。だいめちゃめちゃおもろい。めちゃおもろいっすな。うわあ！やばい！やばい！これやばい！すごいな！すごいな！すごすぎる！すごい！何かまだハグしたかんないね。オッケー！オッケー！すごい！あの距離めっちゃ見れるな。すごすぎるマジ。すぎれるけどな。頑張れ！頑張れ！頑張れ！勝ちたいな。めっちゃニコニコしてる。もう勝った人の顔や。勝った人の顔やな。もう勝った人の顔や。勝負グニッとしてやん、あいつは。大勝負グじゃんけんほい。これおもろいわ。おもろいっすわ。これマジ入れたもん勝ちやん。あーもうおどうしたこのさこれやばいねさっきのパターと同じぐらいのやつまあまあでも、うん、まあ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 入れたらいいやん大丈夫大丈夫大丈夫顔が顔がやばい毎日励まされたナイス人差し指ごめん色っぴん抜いてくれるまだ入れてもエイゴマネージャーこれマジで入れたらおもろいこれ入れたらでもおもろいパターピン刺すのになおかしい入れに来てる来てんな50何だ1か3あったよなうまいうわおーすごい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 なぁ OK あんたないよあれ取って負けたらおもろいんやけどなおー危ない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 メンタルやられてんもんなぁいやーうわぁ決めてほしいですねちょっと近くで見られてる入れろ入れろこれで決まるやこれ入れてはらねエロエノ流れはちょっと良くないよ手に行くどうしようなんだメンタルしてるな頑張って皆さんいけるよエノ入れろピン大丈夫ですかピンくださいなんでやでピンをください逆やって太いやつ太めのしっかりしたやついやマジでやばいなんちゃんこれ左手入れたらその人に負けたってことやな
まさかの右ですんじゃん。ちょっとメンタルやらんですよ。メンタルクラブにしたのにな。すごいね。すげえ。読んで行かせてもらいます。いやー、ほんまにすごい。次は5にしようかな。次は 5? 5に低いけど。でも俺、今日から起きる。もう敗者復活の制度なしに。エノナイスプレー。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 エノ、いや、俺もう決勝まで2回行ってるから、プレッシャー上がってるよ。やっぱこれむずいから、ほんまに。でも、この悔しさはちょっと縦に頑張ってほしい。いや、だから僕、これ、江野にあげようと思う。ほんまに泣くね。それ多分いらん。それ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 絶対いらん。ええ匂いするけど。純玉の匂いするけど。どうやどうやそれ左で入れるか。いや、すごいわ。すごいドラマが。いやー、よかったです。ナイス。ありがとうございます。いや、もうこれはほんまにおめでとう。おめでとう。すごい。ありがとうございました。お姉さん、有名ですね。プレーオフ一ホール目で俺もうちょっと申し訳ないけど、エロが勝った。あれが入るって。あれがすごかったわ、ほんまに。まあ10メーターまでは入れれるんで。ほんまにすごい。いや、エノもないですよ。いや、エノのおかげで僕もこれを抜くことができた。そうやな。そう、わざわざ、そう、抜かんとこうと思うんですよ、やっぱり。抜いちゃったでも俺が言ったからね。そうやね。ありがとう。ということで、第6回ね、はい、終わりました。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ファンの皆さんもね、最後までお付き合いいただきありがとうございます。ありがとうございました。ファンの皆さん、そしてね、あのフリースタジアムゴルフクラブ、場所提供いただき、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、無事第6回終了ということで、はい、無事ですかね。無事でした。無事でした。ちょっと一人もうあの奈落のところに。いいやのに。いいですよ。いいです。いいやな。やばい。わかるわかる。でもほんまそれ。めっちゃ気持ち悪い。だってさ、なんかたまにしかゴルフ行ってないさ。月4回もしてますから。コースで。しかもコースでまあ毎日やってるからね、のは。まあまあでもそんくらい、まあサバイバーって勝負はほんまに何が起こるかわからへんってことね。確かに。でもまあなんかそれが今回本当に分かったなっていう思いました。有言実行でしたけど、はい、素晴らしい有言実行でした。ありがとうございます。よう抜いてきてたな。3を犠牲にしてよかった。17番で後悔したけど3やん、これ3番やんって思ったけど。いや、僕らも楽しませていただきました。はい、あの、まあ、僕らはさっきまで悔しかったんですけど、もう悔しい気持ち吹っ飛んでいきました。まあ、多分今奈落の悔しいそこにいるのはもう、ね、まあ、エノ君が負けられた方なんで。しゃあないしゃあないしゃあない。僕もそっちの立場になってたかもしれない。これはこれはない。何
本当にやりそうやな。本当にやりそうやな。危ない危ない危ない。あんまり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 あかん。ちょっと今深く入ってます。ちょっとミッキーちょっとオフサイドということで、第6回無事に終わったんで、皆さんね、ぜひまた次回もしかしたらあるかもしれないんで、楽しみにしておいてください。そしてね、今回初めて見られたって方、僕たちね、プロ集まって、はい、まあ、こうやってゴルフ界盛り上げて頑張ってますんで、ぜひね、チャンネル登録して帰ってください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。練習。長い間。あ、まだ切った？もうえぐいわほんま。いや、ボンちゃんにはね、優勝賞金35万円が贈られます。はい、ありがとうございます。さあ。ナイス。ナイス。ナイス。練習は出んね、練習は。練習は出んね、練習は。2位の榎本プロにはね、賞金5万円が贈られます。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイス。ナイス2位。3位の小沢正樹プロには賞金3万円が贈られます。絶対持って帰るな、なんか。副賞も取ってるから。俺が多い。多いな。66,000円。山田さん、ナイス。負ける。負けた。ということでね、まあ、今回もね、今回は、はい、でも優勝と2位と3位を設けてみたんで、はい、まあ、これでね、ちょっとでも励みになったら、まあ、いいかなと。で、まあ、僕らもね、ちょっと賞金獲得できませんでしたが、他の人たちはね、とまあ、次の機会、頑張りましょう、また。はい、また、お願いします。お願いします。ということでね、今回、スポンサーいただいた、高橋様、そして、ね、並びに、ご協賛いただいた、富士スタジアムゴルフクラブさん、そして、ストロング紹介さん、ありがとうございました。もしよければ他の方もね、スポンサーさん来てくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。